こんにちは。島根県立中央病院内分泌内科の四方田です。本日は糖尿病患者さんの災害への準備についてお話しします。ポイントとしては、1つ目、水と食料の備蓄、2つ目、糖尿病治療薬などの備え、3つ目、情報源の確保、連絡方法の確認、4つ目、シックデイ時の対応について、5つ目、避難経路と避難場所の周知の徹底が大切なポイントとなります。まずは災害に対しての備蓄です。電気、水道、ガスなどの復旧には1ヶ月以上かかる可能性があります。災害後3日間の超急性期は、自分の身は自分で守るという意識を持ち、非常用キットを準備しておくようにしましょう。避難袋には1週間程度の水、食料、着替え、携帯用ラジオ、懐中電灯、電池などの非常用キットを用意しておきましょう。食品や電池などは使用期限が決められているので、定期的な点検、入れ替えが必要です。マスク、手袋も忘れないようにしましょう。次に、糖尿病治療薬などの備えです。普段服用している治療薬、インスリン、自己血糖測定器などはすぐに持ち出せるように、普段からポーチなど一箇所にまとめておきましょう。職場で被災した場合、帰宅が困難な可能性もあります。職場にも予備の薬、ポーチを置いておくと、保管場所を分散させましょう。糖尿病連携手帳、お薬手帳、保険証なども持ち出せると、避難後に薬を処方してもらうのに便利です。また避難する場合、携帯電話や財布は持っていかれる方が多いです。お薬手帳や糖尿病連携手帳の内容を写真として携帯電話に残しておいたり、コピーを財布に挟んでおくのもいいでしょう。1週間の予備用の内服薬は主治医に処方をお願いしてください。インスリンなどの冷処保存の治療薬はなくなりそうになったらケースに入れましょう。次に、情報収集についてです。災害時、最も心配なのは離れている家族の安否情報です。災害時は固定電話や携帯電話など使用不能になる可能性があります。緊急時の連絡方法を家族や友人、患者仲間との間で取り決めて練習しておきましょう。Twitter、SNS に詳しくなっておくことも必要です。次に、シックデイ時の対応についてです。食事が取れないとき、体調不良が続く場合、低血糖、高血糖が出てしまうなど、普段と異なる環境でどのように薬を飲んでいいかわからなくなってしまうかもしれません。日頃から主治医の先生とシックデイや災害時の話をしておきましょう。最後に、避難場所の確認です。大災害に遭遇したときに、避難する場所をあらかじめ家族で確認しておきましょう。避難所には多くの被災者が押し寄せ、満員になってしまう場合もあります。一箇所ではなく、他の避難所やその避難経路の安全も確認しておきましょう。災害時は交通遮断で帰宅困難となる場合も予測されます。その時は仕事場近くの避難所や帰宅困難者用の臨時施設なども調べておく必要があります。今までお話しした内容は、栄や日本糖尿病協会ホームページで確認することができます。ご参照ください。普段から災害を想定して、しっかりと家族や主治医と相談をして、準備をしておきましょう。ありがとうございました。